よろしくお願いします。図のような正六角形があります。各輪の大きさを求めなさい。今回正六角形があるんだけど、その時のポイントね。正六角形の頂点を結んでできる図形っていうのは、角度が30度の倍数になるよってね。30、60、90、120度になるよってこと。今回、ここの図形が頂点を結んでできてる三角形だよね。で、それぞれの角度って、ここが90度になって、ここは120度を半分にしてるから60度だよね。そしてこっち側は30度になるよ。じゃあ、あの角度どうやって出そうか。対頂角でこっち側は一緒だよね。内角2つ足したら外角になるよ。つまり求めたいあの角度は102-30イコール72度ってこと。Yeah.